こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、F3 ステルス戦闘機開発が急がれるという話だが、政府が閣議決定したことで、急ピッチに開発が進む。日本主導での開発は、そんな甘くない話で。エンジンはできているが、まだ実際に戦闘機でのテストをしたわけではない。今現在、F-35 の胴体主翼部が500機目を出荷した。ロッキード・マーティン社だが、ここまでの道のりはかなり険しいものがある。日本も同じような計画を予想しておく必要が出てくる。2021年には1年で120機ほどの生産が可能になる予定。ここまでの生産ラインを構築するまで時間もかかっている。初年度の2011年にはわずか5機となる。F-15 戦闘機が未だに受注されているのを見ると、日本も F-2 戦闘機を生産してもいいような、台湾に輸出してコストダウンといった関係になると、もっと協力体制が整う。新進のデザインは、ステルス戦闘機でも愛着はあるが、あの新進を超えてくるデザインもまた、楽しみにしている。もう、すでに次世代機体が完成しつつあるのかもしれない。未だ、各国で見えてこない。第6世代戦闘機とはどんな機体なんだろうか?あえて疑問を感じてみた。各国の動きと日本の動きを紹介していこう。2020年4月、これまで、その方向性、最終の決定がどのようになるのか。注目を集めていた航空自衛隊の F-2 戦闘機の代替機問題について、ついにアメリカとの共同開発となることがほぼ決定した。日本側の共同開発の相手先としては、アメリカとイギリスの両国が検討されていたが、アメリカのロッキード・マーチン社の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2戦闘機との折衷案は退けられた。これにより、一時はアメリカではなく、比較的に開発、使用に対しての自由度が高いイギリスのテンペスト計画への参画の目も残ったかと思われたが、結果としては元の鞘に収まった形だ。今後は日本とアメリカの関連企業を集めた作業部会を発足させ、最終的な共同開発を行う調整に入っていくとみられ、今後の焦点は日本側の要望がどのように反映されていくのかに移るだろう。この作業部会への参加企業としては、日本側では三菱重工や IHI などが中心となると予想され、アメリカ側ではロッキード・マーチン社やボーイング社などの航空機メーカーが対象となる見込みだ。現在の第5世代戦闘機のディファクトスタンダードとも言うべき、F-35 ライトニング2戦闘機を要するロッキード・マーチン社に対し、ボーイング社がいかなる案を出すのかも興味深い点だろう。2020年現在、
第6世代戦闘機の開発プロジェクトの代表的なものとしては、フランス、ドイツが進めている FCAS、今回日本も検討した。イギリス、イタリアなどが進めるテンペスト計画などがある。また、中国やロシアなどでも独自の研究、開発が行われており、両国ともこれまでの有人戦闘機ではなく、次世代戦闘機が無人戦闘機となる可能性を示唆しているように、見受けられる。そうした中で、今回、日本が共同開発を事実上決定した相手であるアメリカは、もちろん、世界で最大の航空戦力を有する国であり、現在の F-35 ライトニング2戦闘機でも、西側の市場を席巻しているが、慎重な姿勢を崩さない。あえて、第6世代戦闘機の要件に踏み込むことを避けているかのようにも、アメリカ側の言動からは感じられ、そもそもヨーロッパ諸国のように、無理に第6世代戦闘機を定義づけすることを良しとしないかのようだ。例えば、2012年11月の段階で、アメリカ空軍のマイク・ホステージ大将は、第6世代戦闘機について有人、無人を問わず、かつそれが戦闘機の形式でない可能性すら否定しないとの見解を示している。さらに、2019年8月には、同じくアメリカ空軍のミッチェル・ファンテニー少将は、同軍の次世代航空支配プログラムにおいて、新開発の航空機を必要としないと表明し、その解釈について物議を醸した。このミッチェル・ファンテニー少将の発言については、第6世代戦闘機という安直な括りでの新型戦闘機のあり方を揶揄したとの捉え方がある一方で、文字通り新型戦闘機を開発しないとも解釈できる。つまり、第4世代戦闘機の F-15 や F-16、そして第5世代戦闘機の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などを現有するアメリカは、それらすべてをネットワーク化することで、新たな体制構築を目指す可能性もある。ここにおいては、戦闘機だけでなく、すべての友軍の戦力が、相互に敵の情報を共有し、その排除に向けた有効な攻撃を連携して行うハードとなることを意味し、統合するソフトこそが最重要となるのだろう。このため、アメリカ軍では従来のような用途別のカテゴリーとしての戦闘機という括りを超え、無人化や AI による自律行動などの要素、項目を含む兵器システムを施行しているように思える。そこで考えられるのは、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などの高いステルス性能を持つ機体に対して、さらなる情報を収む機能を付与し、かつ今後登場する新技術を盛り込むアップデートを施す対応だ。これは、使用目的が限定される新型戦闘機を、コストと時間と労力とをかけて、開発することを避け、これまでの手法を抜本的に見直すことであり、
現在の航空戦術、戦略を一変させる可能性もあるかもしれない。ただし、アメリカ側の今の思惑が、机上論ではなく、現実に有効なものとなるのか。どうかについては、これまた、例えば、先進的な艦艇であったはずの、ズムウォルト級駆逐艦が十分に機能していないことなどからも未知数だろう。中東における原始的な小型船によるゲリラ攻撃で、大型の艦艇が容易に近海へと近づくことができなくなった事例を見ても、対象、非対称戦を問わず、近代戦の行方を占うことは、容易ではなくなっている。日本における F2 戦闘機の代替問題は、現状同機が担っている、広い領海上での対艦攻撃任務をいかに引き継がせるのか、という役割の継承に重きが置かれていると思われる。F2 戦闘機の2030年代中盤の退役を前にして、目先の課題への対応は、当然重要ではあるが、果たして戦闘機という概念すら覆そうとする。アメリカのメーカーがどのような対応をするのか注目だろう。